マグダラのマリアは、新約聖書中の福音書に登場するイエスに従った女性である。マリア・マグダレナとも翻訳される。聖教会、カトリック教会、聖公会の聖人で、聖教会では、蛍光女、足との称号を持つ。この蛍光女の称号とイコンに描かれるアラバスターの光油壺を持った姿は、卓球後のイエスの遺体に塗るための光油を持って墓を、 訪れたとの聖書の記述に由来している。教官服音書では、マグダラのマリアは、イエス・キリストが十字架にかけられるのを見守り、イエスが埋葬されるのを見、そして墓の方を向いて座っていた婦人たちの中で、最も重要な人物とされる。聖法教会において、罪深い女とされるため、ニコスカザンザキスの最後の誘惑のような現代小説をはじめとして、イエスとの結婚を伝える。 主事の伝承があるが、歴史的根拠は見出されていない。マグダラのマリアキリスト教の主要教派ではいずれも、聖人に劣せられている。マグダラのマリアを聖人とする、聖法教会での記念日は7月22日で、聖教会では8月4日である。これら固有の記念日に加え、復活最後の第二手術を他の聖人と共に、傾向女の手術としている。聖法教会では、 男性原理を重視し組織形成していたため、マグダラのマリアをイエスの死と復活を見届ける証人であるとともに、競技場、改修した罪深い女とした。東方教会では、このような罪深い女との同意志はしていない。これについては、多くの解釈があり、真実は、はっきりしていない。したがって、罪深い女とマグダラのマリアを関連づける伝承は、せよ、 聖方教会独自のものである。マグダラのマリアについて四福音書がはっきり語っているのはイエスによって七つの悪霊を追い出されたこと、貼り付けにされたイエスを遠くから見守り、その埋葬を見届けたこと、そしてイエスの復活に最初に立ち会い、すがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、とイエスにたしなめられたことである。マタイによる福音書などによれば、 彼女は復活の訪れを弟子たちに告げるため使わされた。このため彼女は、初期キリスト教父たちから、使徒たちへの使徒と呼ばれ、正教会での彼女の称号、足とはこの実績に由来する。マグダラのマリアともう一人のマリアは、安息日が終わって、週の初めの日の明け方に、イエスの収められている墓に向かった。その時、大地震が起こり、墓の入り口を塞いでいた。 大きな石が転がり、墓の入り口が開いた。マタイによる福音書によればそれは天使の仕業であり、墓の中にはイエスの遺体はなく、天使にイエスの復活を告げ知らされた婦人たちは、恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。マタイによる福音書28章八節、新教導役によるそして墓から帰って、 11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。ルカによる福音書24章9から10節、心境同薬によるしばらくすると、いつの間にかマグダラのマリアのそばには復活したイエスがついていたが、最初、彼女はそれがイエスだとは気づかなかった。 マリアと呼びかけられて、やっと、彼女はそうと気づいた。彼女は振り向いて、ヘブライ語で、ラボニと言った。先生という意味である。ヨハネによる、福音書二十章十六節、神教導訳によるそこで、イエスは自分に触れようとするマグダラのマリアに、父である神の元へ登る前であるため、触れないようにと言われた。ヨハネによる、福音書二十章十七節、心境動訳による、 また、他の弟子たちにイエスの復活を告げ知らせるようにと言われた。二十世紀になって、マリアによる福音書、トマズによる福音書、フィリポによる福音書などが発見された。これら外典の中で、マグダラのマリアはイエスとの親密な様子や、男性たちと並ぶイエスの弟子として記述されている。これら最新の聖書研究は、イエス宣教の旅での女性たちの役割や、 マグダラのマリアの地位を見直させることとなった。外典の記述については外部リンクを参照。マグダラのマリアは古来より東方教会、西方教会いずれの教会でも数形されてきたが、ことにカトリックでは特有の多くの伝説で彩られている。マグダラのマリアとベタニアのマリアは同一人物であり、マグダラのマリアは晩年にイエスの母マリア、死とヨハネと共に エフェゾに暮らして、そこで没し、後にコンスタンティノポリスに移送されたとされている。マグダラのマリアについて、福音書に記載のない伝承は以下の通りである。4福音書にはマグダラのマリアと特定されていない女性が何人か登場する。その中の罪深い女がマグダラのマリアと同一視され、イエスの足に涙を落とし、自らの髪で拭い。 為を塗ったとされる。伝説中のマグダラのマリアは、例えば、ヤコブスデブ・オラギネの黄金伝説などによれば、金持ちの羊であって、その美貌と富ゆえに快楽に溺れ、後にイエスに出会い改修したという。そのため、娼婦をも意味する罪深い女との異名を与えられたり、ルネサンス以降、マグダラのマリアの改修を主題とする絵が、彫刻が多く制作された。 このイメージは、カトリック教会の作為が関与していると指摘されている。洞窟のマグダラのマリアイエス商店を、兄弟、ラザロ、マルタラと共に、南仏マルセイユにつき、晩年は、サントボームの洞窟で飲酒生活を送って、その一生を終え、意外は、一旦、エクスアンプロバンス郊外のサンマクシマンダ・サントボームに、葬られたと信じられた。 ベズレーのサント・マドレーヌ大聖堂はその意外を移送したと主張している。しかし、サンマクシマン側は今も意外を保持していると主張しており、一部はパリのマドレーヌ寺院にも分骨されている。ガリラやコソイの町マグダラの出身であるために、マグダラのマリアと呼ばれたとするのが通説である。彼女のイメージが様々であったことがわかる。ルカによる、 福音書が紹介するマズダラのマリアの記述は次のものだけである。カトリック教会では、ルカによる福音書7時36分 -50 に登場する罪深い女と彼女が同一人物とされた。この女性がどのような罪を犯したのかは記載されていないが、性的不貧乏と説明されてきたようであり、それが勝負とされていた原因かもしれない。 彼女は、娼婦の守護聖人でもある。一方で、カトリック信仰の強い国々を中心に、娘を名付けるにあたってこの聖女の名が好んで、使われている。諸文学で、彼女の娼婦的な過去を扱う者が多いが、職業的娼婦であったとする者はあまり見受けられない。しかし、キリストを描いた映画の多くが、彼女がかつて娼婦であったとの設定で登場させている。 2018年公開のマグダラのマリアはマグダラのマリアをイエス・キリストの使徒の一人として初めて描いた映画となった。さきの最後の誘惑では十字架上のイエスがマグダラのマリアとの結婚生活を無双する。また、1982年に英国で刊行されたノンフィクションホーリー・ブラッド・ホーリー・グレールで著者らは イエスとマグダラのマリアが結婚しており、子供を設けたという仮説を示した。マーガレット・スターバードもこれに追随し、1993年、マグダラのマリアと聖杯で、イエスとマリアとの間の娘をさらとした。2003年の小説、ダビンチ・コードがそれをストーリー中に使っている。シンハ・ヤコボビッチとバリー・ウィルソンも、2014年出版のザロスト・ゴズペル、 デコーディングザ・エンシェント・テキストザット・リビールズ・ヤソ、マリッチ2、メアリー・ザ・マグダレンの中で、二人の聖なる婚礼や、交わり、子供を二人儲けたことなどを詳細に記録した古代、シリア語文書を解読している。結婚していたとする論では、あちこちに暗誘や象徴の形で残っていると主張している。西洋美術には、作品の中に、シンボルとしての形や色を配し、 暗示的に表現する手法がある。古くから主流の宗派以外の主張は異端として迫害されたり証拠品を焼き払われたりしてきた歴史があるため迫害の対象となるような表現について芸術家たちはその暗示的手法を用いてきた。明治的なものでは2から3世紀頃の著作と見られるフィリポによる福音書の記述がある。 国を治める者によって宗教内容の統制が行われ、統率者の意向にそぐわない協議は隠蔽や書き換え、迫害が行われてきたことから、この結婚という内容も、その隠蔽の一つであると見られている。イエスの結婚をめぐっては、近年様々な研究所、追跡書などが出ている。20世紀の半ばに、ナグハマギ社本の発見などにより、これまで、 の書とししててて隠されていたた物がその姿を現してきエレーヌ・ペンゲルスは、勝負を否定し妻とするのは、同じ味方の裏と表であると指摘した。ペーゲルスによれば、男たちは、マグダラのマリアに、イエスの弟子でも、リーダーでもなく、性的な役割だけを与えようとして、このようなファンタジーを作っているのではないかとさえ思えると主張している。しかし、 史実の対象となる古書の中にイエスが結婚をしていなかったという具体的な表現もなく太古の時代に地球上のあらゆる文化でリーダーとしての女神崇拝があったことの名残でもあるマグダラのマリアの存在に恐れを感じた組織が性的やファンタジーという言葉によって逆に貶めているとも考えられるマグダラのマリアは西洋キリスト教美術においては 聖母マリアと並ぶ重要な登場人物である。聖母は超越的な奇跡的存在であり、多くの宗教画家は最大級に理想化された聖母像を作った。対してマグダラのマリアはエモーショナルな存在を象徴する女性として描かれ、聖母と共にマグダラのマリアを常に重要な場面に登場させるキリスト教美術は、そうすることで、 キリスト教における人間の愛のありようを相互補完的に表した。ただし、東方教会、正教会においては、聖王で伝承されたようなマグダラのマリアの解釈の伝統は生まれなかった。以下、聖王のキリスト教美術における伝統につき、詳述する。概要16世紀に描かれた絵画、マグダラのマリアの浄化絵画、最後の晩餐、最後の晩餐は、 レオナルド・ダ・ヴィンチが彼のパトロン、ルドビー・コス・フォルザ公の要望で描いた巨大な絵画。これは、キリスト教の聖書に登場するイエス・キリストの最後の日、最後の晩餐の情景を描いている。ヨハネによる、福音書13章21節より、キリストが十二弟子の中の一人が私を裏切ると予言した時の情景である。小説、ダ・ヴィンチ・コードは、レオナルド・ダ・ヴィンチの 最後の晩餐で、キリストの右隣には女性らしき性別の人物が座っており、マグダラのマリアではないかとする説を紹介している。しかし、使徒ヨハネと解釈されてきたこの人物を、髭のない青年もしくは女性的に描き、金髪で衣装もマグダラのマリアと同じ朱色とするのはダヴィンチに始まらず、それ以前からの伝統であり、小説、 ダヴィンチコードの記載は適切な解釈ではない。最後の晩餐の絵にはキリストと12人が描かれているので、普段の人物が使とヨハネとして描かれたことはほぼ確かである。この絵はヨハネによる福音書をもとに描かれている。同福音書にはイエスの愛しておられた弟子がイエスに寄りかかっていたと書かれている。このイエスの愛しておられた弟子が他の人物である仮説。 あるいは、マグダラのマリアではないかとの仮説は、ダヴィンチの絵画よりも以前から囁かれており、最近になって明らかになったものでもない。マグダラのマリア東方のキリスト教における、マグダラのマリアをめぐる事情は、西欧とはかなり異なる。そもそも東方教会、西教会において、イコン以外の美術としての宗教絵画がまとまった形で生まれたのは、近世以降に、ほぼ限定される。 イ婚においては当然のことながら性的表現、感情的表現は抑制され、マグダラのマリアについてもこれは例外ではない。また、確かにマグダラのマリアは聖教会でも厚く数形されてはおり、これを元にした世俗絵画もないわけではないものの、精神所に続く第二の聖人と称されて、マグダラのマリア以上に数形されるのはエジプトのマリアである。 エルサレムのオリーブ山には、マグダラのマリアに捧げられたロシア正教の教会である、マグダラのマリア教会がある。ありがとうございます。